こんにちは、レンジです。パチプロ風雲録花、孤島の勝負師たちの続きをやっていきます。前回、ヨーコちゃんが、と悲しいお別れをした後ですね。あれから結構時間が経ったわね。あ、そうなんだ。そろそろ発煙筒が上がっても良さそうだけど、もしかして、うまくいかなかったのかな？うん、なんか無線機の時もダメだったしね。うお、あれは見ろ、向こうに発煙筒の煙が見えるぞ。やったな、ヨーコ。本当だ、煙が見えるぞ。ヨーコ、よくやったぞ。そうだな、行こう。しかもそんなに遠くないな。この方角は火山に違いない。火山？火山？そこにゲームマスターがいるのね。そうだな。ああ、奴のアジトは火山にあるはずだ。急いで向かうぞ。お、お、何来た？トラヤマだ。そこまでだ。あの、思ったより早く来たわ。来るとは思ってたけどさ。カズマ、行け。お前の出番だ。トラヤマ。ようやく見つけたぞ。今度は絶対に逃がさん。カズマ、行け。こんなタイミングで現れるのよ。せっかくアジトが分かったというのに。カズマ、今だぞ。ここはわしに任せろ。お前たち二人は火山に向かうんだ。キャット、お前は大事なんだよ。二度も同じ手を食うか。そうだよな。そこだけお前に用はない。カズマ、行け。俺が相手をするのはそっちの二人だ。今度は絶対に逃がさんからな。カズマ、手挙げて。勝負を挑まれたら断ることができない。うん、さあ覚悟するんだ。いや、そんなこと言ってねえで勝負挑めよ。勝負挑まれてしまったら終わりね。どうしよう。カズマ、勝負挑め。合体。ねえねえ、私と合体してゲームマスターを倒さない？なんだっけ、なんかそういうセリフなかったっけ。私と合体してなんだっけ、僕と契約して魔法少女になってようか。全然違ったわ。合体だと。最強ロボットグレートサクラ Z とあなたが合体すればゲームマスターなんて一コロよ。そうだな。よし、カズマ、今だ。さあ、トラヤマン X。 私と合体するのよ。悪の野望を打ち砕くのよ。トラヤマン X、 いいね。行くわよ、変身トリア。の、おい、トラヤマン X って。ナイスなネーミングだと思うわ。茶番はおしまいだ。そうだね。さあ覚悟しろ。いけ、カズマ、挑まれてるぞ。よし、ナイス。トラヤマ、僕と勝負だ。ナイスだ、カズマ。そうだよ、それを待ってたよ、俺は。あなた、なんて言ったの？いいから走れ。お前、勝負を挑んだのか？いいから走って逃げろ。ほう、自ら勝負を挑んできた。その勇気だけは褒めてやろう。でも、この自己犠牲の精神はなかなか出せないよね。しかも、陽子のとこに行かなきゃないって分かってて、絶対勝てないであろう虎山に勝負を挑む。カズマ、お前はようやったよ、本当に。だが、弱そうな奴は後回しだ。ダメです。そっちの女から勝負。ダメです。挑まれた勝負は受けなきゃいけません。私？待てよ、僕が勝負を挑んだんだ。君は断ることができないはずだ。そうだぞ。勝負を挑まれたら断れないだよね。さあ僕と勝負するんだ。カズマ、男を見せたな。いや、ちょっとね、誤解してたわ、俺、カズマのことを。ほんと、強い男になったよ。貴様、何か企んでいるな。いや、逃がそうとしてるだけだよ。わかるだろ。あなた、どういうつもりなの？ドライバーに勝てる算段でもあるの？いいから逃げろって。うん、何もないよ。おお。悔しいけど。僕に虎山は倒せないだろう。ほら、やっぱり分かってんだよ。分かってんのに自分を犠牲にして逃がしてくれてんだよね。すごい、カズマすごい。だから僕
が時間を稼いでいるうちに君たちは早くアジトに向かうんだ。そうか、自分のことよりも陽子を助けてほしいっていうことなんだな。わかった、カズマ、お前のあの意思は継いでいくよ。あなた、まさか時間を稼ぐために。そうだっつってるだろ。さあ早く行って、残された希望は君たち二人だけなんだ。かっこいい。僕はここで虎山に倒されてしまうだろう。でも陽子は助けに来るのを待っているんだ。僕の代わりに陽子を助けてやってくれ。わかった、頼むよ、お願いだ。任せろ。ああ、ここでちゃんと時間稼ぎしてよねえわ、ひどいわ。これだよ。わかったわ、ありがとう。あなたの思いは絶対に無駄にしないわ、うん、ああ、君には助けてもらってばかりだったから、少しでも役に立てるのなら嬉しいよ。初めて役に立ったね、カズマ。陽子のこと頼んだよ。任せろ。行くぞ、走れ、走るんだ。こいつを盾にして時間を稼ぐつもりか。違うよ、逃がさぬ。そいつが勝手に言ったんだよ。待て、さっきも言っただろ、君の相手は僕だ。ていうかさ、3人まとめて倒したのとかどうやったんだろうね。その間に逃げられなかったの。小さくな真似を。いいだろう、すぐに楽にしてやる。カズマ勝ったら面白いよね。超面白いね、それ。まあないけどさ。走るんだ、火山はもうすぐそこだ。お勝負はどうなったんだろう。あれから結構時間が経ったけど、絶対カズマ負けてっから。はい、来た、虎山アウト。トラヤマ、カズマだよ。やはりやっぱりトラヤマは強いね。おひいきしてるぞ。今回はかなり苦戦していたみたいだけど。そうなんだ。え、カズマやるじゃん。さあ、残りはトーと二人だよ。どっちが勝つのか楽しみにしてるね。おう、首を洗って待ってろ。やっぱりトラヤマには勝てなかったのね。そらそうだろ。だがトラヤマが苦戦したと言っていた。おう、命がけで戦ったんだろう。命がけでやるとパチンコもね、強くなるのかね。え、そうね。そんなことはないと思うけどね。その思いを無駄にするわけにはいかん。火山はすぐそこだ、行くぞ。うん、はい、一回セーブしておきます。もしかしてカズマを選んでたらそこ陽子になったりしたのかな。まあわかんねえ、どっちにしろ陽子になったかもしれないけど。よし、アジトのある火山行こう。着いたわ。発煙筒の煙が見えたのはこの辺りね。お、記憶力いいね。間違いない。記憶力か。この辺りに奴のアジトがあるはずだ、うん、見たところただの岩山だけど、どこかにアジトへの入り口でもあるのかな。開けなんとかじゃない。さくら、これを見てくれ。パチンコか。これはスイッチね。もしかしてアジトに入るためのスイッチ。押した後にさ、ペラって紙がめくれてギブアップボタンって書いてたら面白いよね。そうだな、他には何も見当たらんしな。どうする、押してみるか。押すならキャットが押してくれ。じゃああなたが押してみて、うん、私は念のために離れているから。そうだね、参加者だから。おい待て、え、なぜ離れる必要があるんだ。爆発するかもしんねえからね。爆弾のスイッチとかだったら嫌だもん。だから念には念を入れてってやつよ。そうだね、もし死ぬとしたら2人一緒に死ぬことはないよ。1人だけ死ねばいいと思う。それがリスクヘッジってやつだよ。それをわしに押させるとは白状なやつだ。あやろう、こっちとら参加者だ。まあいい、では押すぞ。お、ナイス。何かが起動したね、エレベーター。そっちを見ろ、岩の間から何か現れるぞ。ハイテクなもんが出てきたよ。すごい、エレベーターが現れた。やったぞ、やはりこれがアジトへの入り口だったんだ。こんなところにエレベーターだなんて。アジトってどんなところなの。わからんが
ここまで来たら行くだけだ。さあ中に入るぞ。中にパチ屋があるのか。まあ私は行ったことないですけど、あの裏カジノっていうのがあってね、こんな感じでまた岩が閉まっていく。帰るのがあるんで。誰かスイッチを押したのか。誰かって、ここにはあなたと私しかいない。お、いるの？俺のことを忘れてもらっちゃ困る。はい。お二人さ。虎山、もう追いつかれてしまったのね。キャット、出番だぞ。アジトはもう目の前なのに、なんてタイミングの悪いやつだ。惜しかったな。だが、お前たちはここでおしまいだ。いや、おしまいなのはキャットだけだ。ゲームマスターはお前たちを倒した後で俺が倒してやるから安心しろ。ああ、それなら安心だね。もう逃げ道はないよね。どうしよう。キャットがお相手よ。この親父があなたのお相手をするわ。親父になった。さあ覚悟しなさい。選択肢ではキャットって書いてたぞ。親父ではない、キャット様だ。だが確かにいい考えだ。そうだね。でももう同じ手は食らわないと思うけど。わしが虎山を倒す、お前はそこで待っていろ。いや待ってないで行った方がいいよ。あなた本気なの？わしも昔は伝説のパチプロと呼ばれた男だ。へえ。こんな小僧には簡単に負けん。そうだね。でもトレーマー強すぎるわ。万が一負けても奴に必ずダメージを残す。ダメージ？そしたらお前がとどめを刺すんだ。え、ちょっと待って、何する気？あの拳で。私は？お前なら必ずできる。わしが言うのだから間違いない。でもパチプロ風のって昔からね、パチンコ勝負で負けた人がすげえ苦しそうになったり死んだりするからね。あの特にパチプロ風の 1,2,3 の3部作はね、あのそんなのが多い。お前はわしが見込んだパチプロだ。自分の力を信じれば虎山だって倒せる。おお。そんな。よし、では勝負を始めるぞ。虎山よ、わしが相手だ。いや相手にされないよ。ふん、女をかばうのか。いいんだ。いいだろ、貴様から葬り去ってやろう。虎山思った以上にアホだった。そう簡単にいくかな。よし、では始めるぞ。なんかさ、1回目それで受けて、2回目同じ手は食らわないぞって言って、3回目でまた同じ手を食らうんだ。バカだねこいつは。何の音？何の音？あ、殴ってる。パチンコ勝負ではねえぞ。お？俺の勝ちだ。手こずらせやがって。っていうかさ、今のうちにエレベーターのボタンを押していくべきだよね。時間稼ぎしてんのにさ。なんて男だ。強すぎる。わしでも歯が立たないなんて。伝説のパチプロキャット宇宙海を倒したの？こんなハイレベルな戦い初めて見たわ。二人ともすごすぎる。何で勝負したんだろうな。パチンコなのかな。次はお前だ。覚悟するんだ。任せろ。ここでトライマと勝負か。思ったよりも奴にダメージを残せなかった。あ、でもさ、このままでは桜も負けてしまう。虎山と、いやこれ戦わねえな。こうなったらやむを得ん。フェアなやり方ではないが許せ。捕まえる。貴様、何をする。話せ。落とすのかな。なんかこの桜ちゃんすごい変じゃない？あの右手が短いのか。作画が狂ってる。虎山を抑えている間にアジトに入れ。っていうか、それだったら勝負してる時に入った方が良かったよ。でもさあ早く中に入ってしまうんだ。早く。卑怯な貴様、この手を離せ。いや口が使えんだったら勝負を挑め。さあ急げ、早く行くんだ。そんなどうしよう。いや行くよ。
じゃあね。わかったわ。じゃあ行くわね。ああ急げ。それでいい、それでいいんだ。ここでさ、虎山と戦っちゃったらもうそこで勝負が決するから、あのゲームが終わっちゃうんだよ。だからここは戦わずに行った方がいい。仲間は見殺すか。ああ、なんとでも言え。やはり仲間など所詮こんなものだ。ああ、そんなやつ仲間じゃねえんだ。っていうかこいつなんか過去に仲間に裏切られたことがあるんだな、虎山。この汚い手を離せ。地獄の底へ落ちるがいい。何やる気。虎山待て。どうした。あなた何やっているの。そっちは崖よ、落ちるわ。ああ、地獄の底で自らの愚かさを思い知れ。さらばだ。お、宇宙民。あなた、なんてこと。ちゃんと掴んどけよ。崖から突き落としたの。嘘でしょ。そんな驚くべきことではないね。普通にやりそうだよね。おー来た。卑怯な真似をした報いだ。地獄に落ちて当然だ。意外と腕っぷし強かったのか、ドラえもん。許さない、絶対に許さないわ。どうやら戦う気になったようだな。ついに。私が必ずあなたを倒すわ。さあ覚悟しなさい。よし、やってやろうじゃねえか。久々だな、パチンコ勝負。30分の1じゃちょっと当たる気がしねえな。やっぱ天使の施しでいくか、まずはね。70秒間ね。これは50秒間。 OK、 まずはこれでいこう。あの、負けたとしても勝てるまでやります。お、虎山の必殺技が来るね。なんだろう。あー、悪魔の強欲だ。それ強いよ。得点、得点2倍書いてあるね、虎山の顔の下に。得点2倍だよ。頑張りましょう。よし、 C さん。しかも蚊に出たな。頼むぞ、赤まで育て。今黄色保留ね。赤赤、いやー黄色のまま。これはちょっと危ないな。今得点的にはね、全然勝ってる。シーサー出したからね。頼むぞ、ダブルリーチ。熱っ熱っって出た。どうだ。よーし、行軍。これはもらったよ。もろたもろた。で、ここで使っとこう。あ、見えないです。見えなくちゃった。いや、これはね、勝てるかも。いや、でもね、向こうの得点2倍がね、ちょっと強い。あ、でもこれで時短かかるからだいぶ有利よ、こっち。トラヤマね、結構ね、真ん中に図柄が止まんない時期があって、全然ポイント溜まってないです今のとこ。いいね。お、燃えた。来た、ハンコマズレ。よっしゃー、もろた。これは勝てる。今倍点数取ってるからね、いけるよ。しかも確変です。これはいけるよ。これは武蔵決めといた方がいい。武蔵。オッケー、外伝説。20万ポイントいくぞ。これはね、勝ちますよ。はい、20万ポイントいって、うわ、ああよかった、10万。大差をつけて勝ちましたね。いやー、みんな何、こんなやつに負けたの？ちょっとみんな弱すぎたんじゃない？いやー、すげえ。うまくいきすぎたな、今。結果発表。あ、沖縄ご神はシーサーで。勝負に負けた俺など、俺ではない。あ、そうだしね。
気軽に死ねとか言っちゃダメだね。パチンコ4番。すっごーい、おめでとう。ありがとうございます。これであと残すはまゆちゃんだけだな。まゆちゃんかどうかわかんないけどさ、俺はまゆちゃんだと思ってるよ。まあ、アイレム作品ですから。これでまゆちゃんがボスじゃないはずがないよ。決着はついたわ。私の勝ちよ。この俺が、負けたと言うのか。おう、これでお前も脱落だな。キャットがダメージを残してくれたおかげで。いやいや、違うよ。助かったわ。全然減らなかったって言ってたもん。最後の脱落者はトラヤマだね。残念だったな、ゲームマスター。ひいきにしてトラヤマが負けたぞ。もう少しだったのに惜しかったね。ピーちゃんが迎えに行くから待っててね。お、迎えに行くって言ったな今。字幕と違った。ピーちゃんにたっぷり慰めてもらうんだよ。楽しみだね。この俺が脱落するの。でもさ、もうここにいるんだけど。ピーちゃんどこに連れてくつもりよ。そうよ、怖いでしょ。あ、そっか。あなたに倒された人もみんな怖かったはずよ。ギブアップじゃなくて負けだから、この島で永遠の眠りにつくだったよね。狂ったゲームを開催したゲームマスターは絶対に許さない。でもそのゲームに積極的に参加して次々にみんなを脱落させたあなたも許せないわ。いや、だからってさ、そのゲームのシステムでこいつを倒してたら一緒だよ、さくら。俺はただパチンコ勝負をしただけだよ。ああ、パチンコしたかっただけなのか。勝負をして勝ち続けた、ただそれだけだ。うん、まあね、悪いことはないよ、トラヤマ。ふざけないで。みんなどれだけあなたに怯えていたと思うの。なんかバトルロワイヤルって映画でなんかそういう立場の人いたよね。恐れられてた人とかね。それだけじゃない、キャットの命まで。そこまでして勝負に勝ちたいというの。いや、キャットは多分死んでない。これまでもずっとそうだった。うん、ワールドカップも無人島も俺には関係ない。なんか急にかっこよくなってきたな、ドラヤマ。ただ勝ち続けることだけが俺が俺でいられる唯一の証だった。かっこいいね、ドラえもん。いい感じの中二病だな。ドラえもん来たな、ピーちゃん。ギャワーギャワー。この不気味な鳴き声はあの鳥がやってきたのか。そうだよ、ピーちゃんだよ。勝負に負けた俺などこれでは、ね、ああ、さっきも言ってたね、なんかボソボソと。そうね、あの鳥に連れ去られて無様な姿を晒すの絶対にごめんだ。あ、目つぶってようか。あなた何をするつもりなの。お、危ないわ、崖から落ちるわよ。生きながらえる方法を思いついたか。確かにそれはいいわ。ああ、さらばだ。俺を倒した女よ。北斗の剣の芯が死ぬとこみたいなね。お前の剣法では死なんつってビルから飛び降りる最後ね。え、トラヤマ飛び降りたの。お、怒ってんじゃない GM。 あれ、残念だな。やはりピーちゃんが迎えに行くところだったのに。じゃあ仕方ないね。お、トラヤマ簡単に諦めんなよ。ジョーズもいるだろう。ジョーズで迎えに行けよ。このゲームのせいでならなきゃいけないのよ。トラヤマにとどめを刺したのはお前だけどな。では気を取り直して、野田さくらさん優勝おめでとう。ありがとうございます。お祝いをしようと思ったらどうやら近くまで来てくれているみたいだね。そうだよ。さあ僕のいいね。焼き鳥食おう。なんかいっぱい肉取れそうな鳥いるから。エレベーターが開いたわ。中に入ってこいってことね。そうだな。ここまで来たら行くしかないわ。さあ中に入るわよ。お、行こう。
次回予告、やっぱり。山場 CM だね。虎山との死闘に勝利した桜は、いよいよゲームマスターの待つアジト内部へ向かう、うん、だがそこで桜を待ち受けていたものは、このゲームに秘められた驚愕の真実であった。お、一体何なんだ、このゲームに秘められた真実ね。果たして桜は最後の試練をくぐり抜け、この島を脱出することができるのだろうか。いや、これがワールドカップだった可能性もあるよね。お、最終章。次回、パチプロ風雲録花最終章、孤島の真実で確変確定。はい、確変確定ということで、次回か次々回くらいが最終回かな。はい、ということで、まあ、次回この島の真実にたどり着けるということでね、真実をお楽しみに、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。